海岸清志港天明5年12月24日は、江戸時代中期の大幕像、火像、長崎派の課長画をよくした。道号は、元宝、慶達、後、海岸。法意味名は、清志洋、清志清博。画号は、鶴亭が有名だが、他に、女瀬道人、女瀬主人、明治沖縄、白洋山人、南宋沖縄、墨沖縄、五次庵などがある。 馬所津長崎に生まれ、早い時期から、小福寺の僧となる。二十歳の頃、竹、僧元象に至宝したが、二十五歳に主が没するとこれを、きっかけにしてか僧石を離れる。すでに大幕像として、画の技量を磨いていたものと思われるが、原続後に、陳南品の時期で死である熊、明の門下となり、彩色社製風の花鳥画を学び、独特の画風を確立。 作品の歓喜から縁通る四年頃には京都に住んでいたようだ。やがて大阪に出て、画業で生計を立てる。俗界にあっても禅の戒律を守って清らかな生活を続けており、友人の悟る信玄明は禅ともと呼んで称賛した。法暦末年頃には大阪で名声を確立し、陳南品の花鳥画を広めたと言われる。一方で禅味のある牧畜図を好んで描いている。 木村県足堂が、かの弟子となった他に、柳沢縁、池大が、大幕像の大宝成婚、菊中清又などと親しく交友した。また、ことぶきべを合し、徘徊師、教科師としても活躍した。明和三年、再び大幕像に復帰し、4年後の47歳の時に、満腹寺達中の和流十三院の一つ衆議院。 第六大十字となり、松陰堂の林番達数も務める。死運人で15年を過ごし、正福寺の十字を壊れたがこれを誇示し、大阪に向い、ついで度に出る。天命5年12月24日、下谷池の旗において入弱。去年64、墓所は不明。牡丹ン隊長図検本着色名は6年、神戸市立博物館陸跡。 校長図司本単偵くれない白蓮図検本着色。ありがとうございます。